はい、こんにちは、ひびこです。今回はですね、オキシクリーンで風呂掃除をしてみたいと思います。コストコで大人気のオキシクリーンなんですが、使ってみるのはこれが初めてです。つけ置きで簡単に掃除ができるというので、ちょっと試してみようと思います。お湯の温度は60度くらいがいいっていうことなんで、お風呂に入った後の残り湯に、やかんで沸かした熱湯を入れて温度を上げてあります。この湯船のお湯の中にオキシクリーンを投入していきます。付属のこの青いスプーンで測っていきますね。3.8リットルにつき青いスプーン1杯入れるらしいんですが、お風呂のお湯がかなり多いので何杯入れればいいんでしょうかね。お湯の量を確認したところ、180リットルの設定だったので、なんとスプーン47杯入れないといけないそうです。いやいや、47杯入れちゃうと、多分これ全部投入することになる感じですよね。どうしようかな。まあとりあえず20杯くらい入れて試してみますね。まあなんとかなるでしょう。20杯入れたのでかき回します。よく混ぜていきますね。とりあえず薄めの液体ではありますが、出来上がりです。では入れていきたいと思います。日頃のズボラさが功を奏しまして、かなり汚れがはっきり分かるものがたくさんあるので試しがいがありますね。この状態で約6時間つけ置きました。では汚れをこすって落としていきます。軽くこするだけで簡単に汚れが落ちますね。うちは築十数年経つので、
このお風呂の蓋は2台目なんですが、最近のお風呂の蓋は2枚の板みたいになっているじゃないですか。うちの場合は浴槽が変わった形なので、この純正のものしか合わないんですよね。こういう蛇腹の蓋は本当に汚れが入り込みやすくて大変ですよね。あ、なんかでも綺麗になりましたね。さっと汚れが落ちました。裏側の汚れも落としていきます。黄色っぽく変色したところはあまり落ちませんね。次にオキシクリーン液をかなり濃いめに作って泡立てていきます。こちらはシャンプーとかを置く台ですね。棚を外したところがかなり汚れています。ここに濃いめに作ったオキシクリーン液を使って汚れを落としていきたいと思います。黄ばみのようなものはなかなか落ちませんが、他の汚れはきれいになりました。次はコストコで買ったペーパータオルとオキシクリーン液を使っていきます。ペーパーに液を含ませて湿布みたいな感じにしていきますね。こんな感じで風呂の出窓の下の部分に湿布していきたいと思います。余ったオキシクリーン液で窓ガラスとサッシもこすっていきます。そして先ほどの浴槽につけ置きしたシャンプーとかを置く棚に取り付ける台の汚れを落としていきます。こういう溝が多いタイプのものは汚れがたまりやすい上に汚れを落としにくいから面倒ですよね。新築の時の大掃除は楽なんですが、年月が経つほど大掃除は大変で本当に嫌になっちゃいますよね。あとはシャワーの水でどんどん流していきたいと思います。
カピカになりました。シャンプーなどを置く台も水で流して仕上げていきます。どうしても取りきれない黄ばみがあるのですが、致し方ないですよね。何かいい方法があったら教えてほしいです。なかなか綺麗になったんじゃないでしょうか。